コア渓谷とシエガベルデの戦士時代の岩井遺跡群はユネスコの世界遺産リスト登録物件の一つである。当初、ポルトガルで発見された旧石器時代の岩井の残る野外のものとしては最大級の遺跡であるコア渓谷の戦士時代の岩井遺跡群が単独で登録され、2010年にスペインのシエガベルデが拡大登録された。1980年代後半に ポルトガル北東部のビラノバで、ホスコアで、戦国芸術が発見された。この遺跡は、コア川流域の渓谷に位置し、1万年から2万年、前の馬、牛、他の動物、人物、抽象的な図像などの数千に及ぶ戦国画から、なっている。1995年からは、考古学者のチームが、この戦士時代の岩江軍の研究と分類を、続けており、いくつかのエリアで、 観光客を迎え入れるために公園も設定された。小和系国沿いの数キロメートルにわたって広がる。この選手的遺跡群が発見された後、論争が持ち上がった。もともとこの一帯にはダムをはじめとする水力発電施設の建設が予定されており、発見もその工事に絡んだものだったからである。もしも発電施設が建造されて水位が上がれば、 全国画のほとんどは水没してしまう。この事実は一般市民や関連学会が遺跡の重要性を認識するよりも前にポルトガル国営エネルギー会社 EDP と国立文化財研究所が認識していた。EDP と一般の合意の下で遺跡の研究をしていた考古学者のネルソン・ラバダは報道機関やユネスコのような戦士的芸術や遺産に関する 高等機関に向けた報告書を作成することに決めた。このことは、ポルトガル国内でのスキャンダルになり、サンデータイムズ、ニューヨークタイムズ、インターナショナルヘラルドトリビューンなどの各紙で報じられたことで国際世論を喚起した。ユネスコのレポートでも水力発電施設建設の是非については、全開一致とはいかなかった。ユネスコの選手部門の責任者、ジャンクロットは、 水位の上昇はむしろ蛮行から宣告を守ってくれるかもしれないとも主張していた。この議論は考古学者や公論を納得させるには至らず、ポルトガル世論は建設に強い反対を示していた。1995年にアントニオ・グテヘス首相のもとで、ポルトガルの国会と政府は建設中止を決断し、考古学的研究と一般の来訪に資する公園の設定を決めた。 発見された岩絵は主に馬、牛、ヤギなどの動物を表したもので成り立っている。人物画や抽象的な図像も存在する。それらは渓谷沿いの切り立った断崖に戦国画の技法を使って描かれている。それらの大きさはまちまちで15センチメートルから180センチメートルまである。太線で描かれているものもあるが、 多くは細く流麗な線で描かれている。これらの戦国画は1995年時点の研究では2万年前にまで遡ると算定されている。この戦士的岩絵遺跡の重要性は、その希少さと広がりにある。戦士時代の洞窟壁画は確かに多くある。しかし、青空の元にある岩絵群は数が少ない。そして、その例としては、 メキシコのマソーコ、フランスのフォルノルオー、スペインのドミンゴ・ガルシアなどを挙げることができるが、そのいずれもコア渓谷遺跡の広がりに危険するものではないのだ。考古学者たちはこの場所が戦死時代の人類にとっての聖域のようなものであったと認識している。コア渓谷の遺跡は現時点では下流域の約 17km にわたって広がる16の 岩わええ軍のグループから成り立っている。ブロイラ、カナダドゥ・インフェルノ、レゴ・ダ・ビー・ド・ファイア・ファイア・ベール・ダズ・ナ・モラー・ダス・ベールデ、モ・イン・ホス・ベール・デ・フィゲロ、テクシュゴ・リベーラ・デ・ピスコス、クインタ・ド・スポイス・メイジ・アッパ・オホンテ・フリー・ラ・パナスコザ、クインタ・ダ・アーバ・モイラ・サルト・ドゥ・ボーイ・リベーリンハ、クインタ・ドゥ・ファラ・サ・クインタ・ダ・バルカこの世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。